御殿たちが修行するためわずかな時間を何とか稼いでいたが、ついに魔人ブーはしびれを切らす。やむなくピッコロは御殿たちが密かに修行をしている精神と時の部屋にブーを連れて行くのであった。ここだ。だらだら歩きやがって。なんとか時間を稼いだが、外の1分が中では6時間になる。1週間は修行できたはずだ。頼むぞ。じゃ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 ーん、待っていたぜ魔人ブー。ん、あれか。そうだ、頼む、奇跡を起こってくれ。行くぞ。オッケー、ビュージョン。おお、フュージョンの後でもスーパーサイヤ人になれるのか。大丈夫なのか、それとも他にも大技が。クックックあるんだよな、とっておきが。でもちょっとピッコロさんをビビらせちゃおうかな、その方が盛り上がるし。あ、ダメだ。もう大技を出せるようなパワーが残ってないよ。おしまいだ、この世の終わりだよ。へ、貴様もこれまでだ、魔人ブー。貴様や我々のいた世界とこの世界とのたった一つの出入り口を破壊した。もう一生ここから抜け出ることは不可能だぞ。へえ。さあ俺たちを殺し、永遠にここで孤独に暮らすがいい。この
何もない世界でな。俺の好きなお菓子はここにはない。もうなんで黙ってそういうことすんの。とっておきのすっごい技があったのに。お前もう限界だっていうようなことを言ってたじゃないか。あれは軽いジョークさ。かわいい嘘ってやつだよ。アホか。こんな時に何がかわいい嘘だ。あの家元に戻してよ。バカバカバカ。二度と戻せるか。バカ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 。そんなの嫌だ。あれピッコロさん、あれはそんな信じられん。とてつもない木の力で次元に穴を開けなかった。しまった。消えた。何の音だったんだろう今のは。ラッキー。魔人ブー。ちょっと腹減ってきたからちょうどいい。何にしようかな。チョコに決めた。ダメだ。針の先ほどの穴も開かない。しょうがねえな。あれ使うか。なんだというのだ。ヒ、なんだと思う。じゃじゃーん。おい、何を。イエーイ。お前それどうなっているんだ。どうなってるったって知らないよ。でもめちゃくちゃ強いんだぜ。なんて喋ってる場合じゃないんだよな。ちょっと変わったか。バカ、ちょっとどころの騒ぎじゃないで。すっごいすっごいすっごい強くなってしまったのだ。貴様ここにいた連中をどうした。へへ、ここだ。お食べちまったのか。チョコにしてな。とどめを刺してやるぜ。
体力的にどうかは知らんが、精神的に少し弱ってきている。ヒッ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 、今度はもう元には戻れないぞ。バラバラになったのを火で完全に消してしまうからなのだ。その頃、海王深海のご飯は潜在能力を限界以上に引き出す儀式を受け続けていた。そしてその傍らの悟空たちは老海王神の出した水晶玉によってゴテンクスの戦いを見守っていた。やべえ、戻っちまいやがった。じいちゃんの海王神様、早くしてくれ。チビたちのフュージョンがパワーダウンしちまった。本当ですか、お父さん。あれじゃ殺される。よし、じゃあ行ってええぞ。5分くらい前から完成しとるから。完成してる。なんでもっと早くに教えてくれなかったんですか。バカたり、ピンチになってから行った方がドラマチックじゃろうが。大変だ。だったら急がなきゃ。どうやったらその最強の戦士になれるんですか。なに、お前よくスーパーなんとかに変身するじゃろ。あの要領じゃ。気合を込めればいい。スーパーサイヤ人の要領ですね。わかりました。はあ、すごいですよ、お父さん。本当だ。本当にすんげえや。早く地球へ。取り返しのつかないことになってしまいます。素晴らしい救世主を送るのは私に任せてください。すまねえな、ごはん。オラ行きたくてももう無理なんだ。見たかったな、近くで。おめえがでっかくなったとこよ。お父さん、これでもご飯に会うことはね。おめえがあの世に来るまではな。まれ、魔人ブをぶっ飛ばしてこい。はい。では、すまん。頼んだぞ。はい。
キビトさん、お願いがあるんですが、この服変えてもらえませんか？お父さんと同じ服にしてほしいんです。ぜひお父さんの道着で戦いたい。なるほど、お安い御用だ。色は惑星ポポロにいるカエルの糞の色だったな。山吹色ですけど。バッチリ、ありがとうございます。私は行く。遥か遠い海王深海で偉大なる戦士の勝利を願っておるぞ。さよなら。二人の海王神様にもよろしく。よし、行くか。トランクス君、ピッコロさん、間に合ってくれ。大したことなさそうだな。あそこだ。参ったな。フュージョンも終わっちゃったよ。殺されちゃうよね、絶対。頼りになるとは思えんが、俺も戦う。やるだけやって一緒に死のう。なんだこの気は。誰か来る。帰ってきたご飯。限界を超えた奇跡のパワー。兄ちゃん、兄ちゃんだ。よかった、間に合って。ご飯さん、兄ちゃん、よかった。死んだんじゃなかったんだね。あれがご飯なのか。以前とは木の種類が違う。甘さも消えている。だからあいつとは分からなかったんだ。他のみんなは殺されちゃったよ、魔人ブーに。母さんやデンデたちもか。そうだよ、僕たち以外みんなだよ。おいしかったぞ。みんな食べちゃったんだ、俺がチョコにしてな。いや違う、感じるぞ、かすかな気を。おい、まさか俺と戦うつもりか。違う、貴様を殺すつもりだ。
ですか。来いよ。全然、お前はやっぱりな、お前だったか。遠い遠い、ずっと遠いところで強い力を感じていた。俺は俺より強い力を許さない。そいつは残念だったな、魔人ブー。よく聞けよ、俺はお前だけは許さない。絶対絶対絶対だ。すまん、ご飯。助かった。いえ。自爆するとはな。死んだのか、ブーは。いえ。どういうことだ、逃げたのか。気を感じないぞ。あいつだって気を消せますよ。隠れてチャンスを狙ってるのかな。わからない。でも何かを企んでいるようだった。もし本当に生きてたってへっちゃらだぜ。あの野郎、ご飯さんに手も足も出なかったもんな。俺たちのスーパーゴテンクスぐらい強かったよな。もっと強かったよ。そうか。ちょっとだけな。そうだ、聞かせろ、ご飯。どうやってそこまで極めたか。へえ、そんなすげえじいさんが。それよりドラゴンレーダーは誰が。ああ、俺が持ってはいるが、デンデが殺されてしまってはドラゴンボールはもう。大丈夫、デンデは生きてますよ。ほら、かすかに気を感じるでしょ。何、本当だ。デンデのところに向かいましょう。他にもかすかに誰かの気が。何？